宮久保手話は愛媛県今治市宮久保町宮久保地区で用いられている手話言語。日本の老舎コミュニティで広く使われる日本手話とは文法、語彙体系をことにしており、地域内で独自に発達した村落手話の一種に数えられる。宮久保地区は愛媛県今治市の大島北岸、瀬戸内海に面した町である。宮久保地区はさらに中村、向かい側、 陸という三つの農業集落と浜という漁業集落に分かれ、このうち、手話話者が集中するのは漁業者の多い浜地区である。もともと先天性の老者の多い地区であり、近隣住民や漁業、水産業従事者の相互コミュニケーション手段として、長者老者を問わず手話の使用が普及していた。2016年現在、 宮久保地区の人口2736人のうち20人の老の手話使用者がいる。和社の中核となるのは老社の多いん家族であり、老社以外にも近隣住民や漁業者を含め50名程度の手話理解者がいると推測される。宮久保手話は少なくとも3世代にわたって積極的に使用されているが、いつどのように生み出されたかについては証拠がない。手話は 2000年代初頭までは、老舎長者の間で盛んに使用されていた。しかし、集落の高齢化、西瀬戸自動車道の開通に伴う当該への、就職や日本手話話者との交流の増加、インターネットの普及による、集落内の交流の減少などから、世界の他の村落手話の例に漏れず、宮久保手話も消滅の危機にさらされている。 1980年代以降に生まれた老者は、日本手話とのバイリンガルであり、それ以上の世代と意思疎通を図るときには、宮久保手話を用いるが、彼らの間では、日本手話だけを用いるか、二つの言語を組み合わせて話している。宮久保手話についての研究はあまり進んでいない。日本手話との方言以上の差異を示す例として、数字、時間、一致同士の表現などが挙げられる。 日本手話では6から10の数字をすべて片手の手形で示すが、三役母手話では両子子や方を使った表現がなされる。二桁以上の数字では、例えば日本手話では15を表すために10と5の手形を順に示すのに対し、三役母手話では重量や年齢、日付などに共通して数字を一桁ずつ1、5の手形で示すデジタル型の表現を用いる。 金額については、これと別に十のべき数の数字が用いられ、紙幣のデザインを元にした手形を用いるものもある。例えば、1円は、竹内すくねの肖像にちなんであごひげをなでる手の動き、1万円は、聖徳太子の肖像から、口ひげの形を模した手の動きを用いて表示される。また、日本手話では日本語と同様2十のべき数を後ろに置いて、 万の順で表すが、ミヤクボシュワでは、万、一の順となる。ミヤクボシュワのような金額に特化した数の表現は、メキシコのユカテクマヤ手話やインドネシア手シ話のマカッサル方言などでも報告されている。ミヤクボシュワは、2種類のタイムラインを併用する独自の時間表現を有している。音声言語を含め、時間は体を基準とする位置関係によって、空間的に示されることがある。 日本手話でも時間は話者の体を基準として前後の軸で表現され、過去は話者の肩の後ろを指さし、未来は話者の前の空間に手指を動かすことで示される。宮久保手話にも話者の体を基準としたタイムラインがあるが、ここでは過去を体の右横、現在を体の前で表す。未来を示す空間的表現はなく、例えば語は、 腰に手を当てるなどの別の仕方で表す。過去と未来が必ずしも文法的に対象をなさないことは、例えば英語で未来時世のみが助動詞ウィルを用いて示されるのと似ている。これに加えて天体タイムラインと呼ばれる天体の動きと対応した時間表現がある。例えば1日の時間帯は和射の体の向きに関わらず、東側を朝、 西側を言うとする手の向きで表現される。天体タイムラインは、バリ島の存濁手話型、コロックや、ブラジルリオネグロ地方の音声言語、ニエエンガツ語など、手話言語、音声言語に関わらず、太陽の動きが一定な赤道直下の地域の言語に、典型的に観察されることが指摘されている。クボシュワは、その類型には当てはまらず、日常に言及することの多い野外活動者の、 間であれば、いかなる地域でも、同様のタイムラインが生じうる、可能性を示唆している。手話言語において、仕事、目的語が誰であるかに応じて、趣旨の動きや移動方向が変わる動作表現を、一致同士という。宮久保手話の三人称描写においては、動作の方向に関わらず、視覚的に目立つ人物を選択して、描写を行ったり、終点に、 自分の体を置くなどの表現が観察される。これは、ミヤクボシュアでは、第三者同士の主語、目的語を示す、空間使用が確立していないことを示すものである。カタコロックにおいてこうが頻繁に省略されたり、優勢性や、視覚的な目立ちやすさが語順よりも、言語表現に影響を与えるという報告と類似する。ろうコミュニティがなくとも、身振りによるコミュニケーションは、 音声コミュニケーションの困難な、あるいは禁止された状況下で自然に発生するものである。ろう者のいる家庭内で使用される独自の手話システムは、ホームサインと呼ばれ、存落手話を経て共有手話へと発展していく初期段階とみなされる。全国的に老者コミュニティの発達した今日では、日本手話が共通言語となっている一方、ホームサインは、老の未修学時や、 当初部や僻地の高齢化した未就学老者の間に見ることがある。大杉豊からが、奄美大島における、ホームサインの発展過程について、また木村務、神田和幸らが佐渡島における、ホームサインの使用実態について、それぞれ明らかにしている。ありがとうございます。